さて、街に繰り出したんですけど、やっぱりこの森伝チームがどれぐらい通用するのかなとちょっと思いまして、町の人たちとさ、まあ、4人だね、事実上クリアした後は。5人とね、ちょっとやり合ってみようかなと思います。はい。この森伝というふざけたチームがね、どれぐらいこいつらに通用するか、CPU 戦という大会モードというね、補正でどれだけ通用するかが、ちょっと見物でございます。俺絶対ズルすんなよ。さあ。いやー、街の人たちとやるのも、もう何ヶ月ぶりだって話だよな。普通のモンマスで来てくれたけど、これ確かあれだよな、メイクアップだ。うはははは、最悪の運ゲーがあるやん。大会モードでは、鬼コンボ最強伝説みたいに、とにかく空いてるデータをね、取ることですよ。秘訣は。うん。そうじゃないと勝てない試合が本当に多かった。ただ単純にやってるだけじゃ絶対に勝てない。そんなことが多かったっすね。いかに相手のデータを分析して、いかに相手に攻撃当てるか、お祈りして、CPU 補正に負けないように、いかに立ち回るかと。そういう戦いでしたよ。なんか別のもんと戦ってますよね、だから。さあ、行こう！しっかり当ててくれば勝てると思う。で、これ、2ターン目だっけな、メイクアップ。メイクアップされてさ、2ターン、3ターンずっと動けません。とか、ふざけたことがあるんですよ。あ、やったかも、これ。あー、まあまあ、そこか。そこならいいか。まあ、スライムは外すかもしんないね、これは。それを素直に外す。まあ、回心判定になれば大丈夫やけど。あー、なかなかないね、それも。よう当てたね。いいね、気合に満ち溢れてるよ。いいよ。嫌いじゃないわ、そういうの。まあ、モンスターのスペック的にはちょっと負けてっかあるけどな。そうだね、ダメージレースでは負けるかもしれんね。まあ、オッケー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 。で、気合切りを当てれるかな当てるかな、ちょっと不安なんだよな。いけ、よいしょ、バーン。ごめんって。久しぶりすぎてボタン。で、よし、それなら俺は、これだメイクアップでしょ、メイクアップなんでしょ、わかってんだから。動かせない方がいい。動かされたらめんどくさい。これでまあ止まんね。止まった日にはもう、実況なんてやってられないんでね。メイクアップ。こちらもメイク行きます、行きます、行くぜ、メイク、あーっとそうだろうなーと思ったけど。まあ、おめえは止まってくれると思ったんだけど。いや、まあやっぱベル一体は、そうだな。うん。しゃあないわな。いやー、ミラクルフラッシュで守りさせたかったな。大回転で全員ね、メイクアップされますっていうこともあり得るからな。メイクアップってそんな聞きやすい技ではないんだけどね。まあ、爆地カードとしては十分だわな。グリーンがもうさらに爆地にしたのが荒れたからな。オッケー。いいよいいよ。ちゃんと当たれば大丈夫だよ。小話に逃げてくれるならオッケーかな。あっと、でもそれはね、政治、これ、あっと、あ、そうだな、政治的行動不能を引いたな。まあ、可愛いもんですよ。あ、まあ、可愛いもんですよ。まあ、まだ可愛い方です。オッケー、全然大丈夫。焦らず。順調。焦らず、全然焦らず。このターンに決めるっていうのは考えられないから、ゆっくりでいいよ。ゆっくり。あとはもう詰将棋ですよ。一回、さすがそこで緑を引いていくスタイルね。嫌いじゃないわ。このターンにそもそも削ることすらままならないかもしれんけど。でも HP に余裕はある。大丈夫。小話に逃げてくれた。おお、またですか？同じものを引くとはなかなかセンスがありますね。いいね。よし。いいよ。それなら大丈夫だよ。ボディープロ。まあ、昼間なんかでも大丈夫だよ。よし、いよいよ。はい。オッケー。大丈夫。次のターンで決めに行くよ。そう、いかにね、詰将棋化させるか。NPC は特に。NPC はマジで特にそうなんだよな。さあ、一気に行けるか。一気に行きたいな、さすがに。さすがにこれは一勝はしたいよ。
CPU 補正がいかにあろうと一生はしときたいよ、森電チームでな。ワン、ツー、スイッチ、危ない危ない危ない。さあ、あとは詰将棋。全体攻撃消す、こすって、全体攻撃こするしかない、これは。で、レッパ切りでどんだけ当たるか大事だよ。はい、斬撃派将棋派、うおー避けること避けること。だがこれで終わりだ。さすがにこれで決まったべ。よーし。パペットめっちゃ浮き上がってよ。次は翼です。ね、翼の匠を未だに僕はね、言い間違えますけど。はい、翼ですね。魔法使いをやめました。彼は。引いちゃいけねえパーティー引いたような気がするわ。翼の中ではかなりのガチガチですよ。滅魔さん持ってる時点でやばいっす。主人公の武器格差ってのを思い知る戦いになるな、これ。つか、滅魔さんされるのはおめえだよ、普通に考えたら。おめえらだよ、鬼面同士でアンクの本なんて連れやがって。おめえら悪魔じゃねえかよ。味方に振れもん、それ。いっそ。もう本当にそれを言いたくてままならねえわ。さあ、天地雷鳴拳ですよ。まあ、これ多分ね、燃えちゃうのが、主人公のスペックに負ける。わーい。主人公のスペックでは負けてるな。つばずりは必須だしね、あとどっかで。どこでしよっかな。オッケー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 。鬼面同士にちゃんと当てるなら大丈夫。鬼面同士よく避けるからね。本当はアークの方の方がいいんだけど。本当にもう威力高いし。なあ、まあ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 。結構食らうな。普通に削り合いでは互角かな。あて、狙う方向による。あー、鬼面同士、あー、まあ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 、だいぶだよね、鬼面同士打撃消着点だけあって。出た目玉にぐるぐるぐるあら、まあですよね。もう俺、この手のなんかさ、状態上さ、嫌になってきた。この手の状態上さがもう嫌でたまりませんよ。なんでかって、そら、だって、大魔王の9連戦とかで一体何回それを食らったと思ってるんですかって話ですからね。何だっけ。ああ、まあ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 か。まあまあまあ。ね、デスタムは現場剣だとか、オルゴでミイラのね、身も心をたけびだとか。まあ、よう悩まされましたね、状態上座。だから、ちょっと見るだけで、あってなりますよ、ちょっと。あ、これ2回入ってんな。しっかり2回でちゃんと勇気貯める仕様になってるしね。このコンピューに、おー、いいね、外しやがった。外したね。つばぜりは必須だね。さあ、頑張ろう。こっからまだいける、全然。全然めくれる、全然めくれる。SP も使えるし、おしゃれ着も着てるっていうのはどんだけ強いかって話だよ。もう普通のチームなのよ。だから負けても言い訳できないぐらいのね、強さを持ってる。うん。言えよ。大丈夫、大丈夫。でも、ちょっと軽く負けしてるなぁ。SP でひっくり返せればいいんだけど。大丈夫、大丈夫。言えよ。全然いける。まあね、生放送ではね、もう、こいつらにね、まあ無理をね、言いまくりましたからね。もう頑張れ、余計の耐えろとか何回こいつらに言ったか俺もう覚えてないっす。死ぬほど言った覚えるわ。うん。もう勘弁してくださいと。過重労働待ったなしだよね。スライムや炎の戦士からすりゃ。こいつらもお世話になりすぎなんだよな。まあ結構キラピアスで全員動いてきたな、てか。よく考えたら。よう動くわ !50% のくせに。やるか。ここで勝たないとちょっときついね。これで勝って、そこからめくる手段を探すか。OK! まあいいでしょう、いいとこ行った。ウォーターフォール式で行きます。よっしゃ、行け、勝てるよ、これは勝てる試合だと思ってるよ、思ってるだけ。思っている、そう、心、あの、気持ちでは勝ってた、気持ちでは勝っていた。そう、気持ちでは勝ってたんだよね。そう、か、気持ちでは勝ってた。ああ、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 ひでえな、これや。どうしようかな。ああ、ひでえな、これ。
これはどうしよう。次のターンに勇気たまるんでしょ。混乱してるんでしょ。大ピンチ、すごく大ピンチ。なあ多分凍てつカードも無駄だから、敵の勇気補正的にネビラだ。困った時のネビラ、ネビラは全てを解決してくれる。そう、ファイヤー君が残ってるからね。ファイヤー君の攻撃当てればいいっていう状況下になってるから大丈夫ね。ねえ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 、メツモさんそれやばいって。わあ、頑張れ、動け動け、行け行けやまあ混乱攻撃はよく頼ったけどな。さあ大輝ですよ。大輝といえばゴリゴリのチームでね、押してくるイメージがありますが、今回は何引いた。うぅいろいろ全部スペックでも何もかも負けな気がするわ。引いてはいけねえチームを引いちまったな、こりゃ。ふーんと踊っちまったみたいだ。だが、しかし、あれ、あいつ一旦目だっけな、これ使うの。ちょっと一旦目確か使う読みでいくか。使うよね、そう、一旦目になんか使うんだよ。イダズマライゴーさんでしょ。確か。オッケー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 。そう、ここ読みます。さあ、ユバールの民。キーファによるね、稲妻ライコーザーに対してめっちゃ噛んだわ。いけ戦士、こちらも戦士です。なんだそういうお前は、ユバールの地で自分を捨てたのか。いけグラン、ねえ、グランスタードーいけ。グランスタードーだったのかあいつ。これね、少しは稲妻ライコーザーマシになると思うよ。デンタックル引けばいいし、飛翔さんオッケー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 。まずここでね、稲妻ライコーザーを無駄にしていくと。そう、相手の HP とかをね、把握しておくことが本当に大事だから、鬼コンボ最強デッセル、それを学んだわ。だから今ね、鬼コンボ最強デッセルのことも活かし、さらにね、試練の9番勝負の活かしたっていう最高の戦いをしてます、今僕は。おぉできてないのは、つばぜり合い。どんだけやりようとつばぜり合いでは、もう負けてます。さあ、デンタがいる中、低いをしました。うわ、49だって。なんやこのふざけたダメージは。まあそうなるんやんけど。ミラクルラッシュしました。これはひどいね。おーおー、ひどいなこりゃ。おー、デンタここででも、デンタックかローリング操作のどっちを引くかやね。ああ、まあこれはもうね、100歩譲って仕方ないでしょう。うん。十分十分。稲妻雷光山はほとんどね、無効化したんで、でかいでしょう。まあローリング操作、おー、いいね。おー、忘れた頃にやってきた。最後のガキと言わんばかりにやってきたな。でもだいぶ HP でね追いついたから絶対勝てると思うよ。問題はまあゴルデゴレムって攻撃性能は普通に高いんだよな。ただ耐久はねちょっと低いんで、そこを狙わせてもらうよ今回は。あーあーあーあああ、歩道選手か。さあ頼むぜアキーラ、行くぜスラストライク、せーの、はい、オッケー、十分十分、285で出るなら大丈夫だ。打撃小弱点をどんどんついていくしかない。ブレイクオールやだなー。100、一発140くらい食らうからね。いい余計入ってんねー。オッケーオッケーオッケー、運がこっちに向いてるよ。いいよ、決めてくよ、このまま。まあまあ、ここは仕方ない。全然仕方ない、仕方ない。つばぜり合い大事だな、これ。これいい耐久性になってる。お互いが硬いから耐久性になりがちだね。ええちょっと待って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 、ちょっと意義あり。これは意義あり。意義あり。却下。却下。それは却下。なんじゃそりゃ。やるか。ここ勝たないとやばいな。これは本当に勝たないとやばいやつだな。ちゃんとゲージ止めて。よし、ちゃんとゲージ止めて。今度はあれで行こっか。あの連打で。うおー！必殺の連打です、これが。必殺！あい！この連、速さにはついてこれまい！うおー！よっしゃー！悲儀ですよ。悲儀の爪連打です。早すぎるんじゃないって思う時ありますけど、に死にされてねえんじゃねえかって思います、ボタンが。連打には自信がありますからね。定評ありますよ。
ってことは、とどめ勝ちになっちゃうね。まあ、とどめ勝ちになるだろう、これ。いや、それはとどめ勝ちにもなるだろう、これ。いう、このチームに対して。削り切るのはね、ゴールデンゴーリも打ち抜きまくる必要があるからね、ドルマとかで。いいね。耐えて勝つっていう戦法だったら、もう次のターンに勇気貯めるだけだから。さあ、で、出たくる、203だろ ?203。オッケーオッケー、麻痺ってないな、大丈夫だ。さすがにいったべ。これはだって1300向こう一発で削れるか。視覚変動が起きたとしても700でしょ、さすがに大丈夫でしょ。ゴールデンゴーレムはね、全体技しかないし。さあ、勇気溜まったんで、あとはもう流れるように行きましょうや。おっと、それはどんなとこなの、バットンバトバスに行ったらそれ140出るわな。よし、あとは、飛ばすさあ、あとは向こうの3体。いやー、削れないでしょ。さすがに耐えるでしょ。全然耐えるよ。いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。視覚変動が起きても700だから。バギーマン。まあ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 、耐える。勝った勝った。いや、でも勝てるもんだね。やっぱ、SP とおしゃれ着やると全然違うね。快適だわ。大丈夫大丈夫。耐えたりし、耐えるって。ははははちゃんと近くへんのあるんだけど。まあ、耐える。さすがにね。行くわけないじゃん。おー、ちょっと、あー、うわ、可愛くない。行くぞあの、ユバールのうちに降り立ったものに、制裁を与えなければならん、行くぞ何、レベル13ぐらい離脱してんだ、わ、最後までついてこいよデスピサの戦まで導かれなかったものはお怒りだわ、そりゃ。さあ、4戦全勝がかかったこの最後の試合。ね、意外と全部勝ってきてるな。負けると思った。おぉもう、モンスターマスター捨てないでくれる、もうやんだ全戦全勝がかかったこの試合。今日さ、翼も勇者で来るしさ、あいつも近く変動するしさ、なんなんや一体今日は。で、こいつって3ターン目にネビアだっけ。そうだな、3か4にネビア打ってくんな、覚えてんだけど。まあ、すごいね。殺意高いね、君たち。ずいぶん。高すぎ殺意が高すぎるって、君たち、ちょっと。どう、絶対に止めようとしてんじゃん。いや、チーム的にもきついのよな。ナイトリッチいたり、シャドウサタンがシャナルコ使えるんですよ。で、シャタルコって炎の戦士に刺さるし、相性が悪い。正直。パーティー的な相性が最悪ですね、もはや。それをどうかいくぐるか、それをね、どうやって通り抜けて勝つかっていうのがまた、楽しむ一強ですよ。それも楽しめる一強です。いいね。ミラクルハッシュは通るね。あ、いい。まあでもそこはあんま意味ないかな。うん。シャダルコね、これが普通に強いかな。うん。炎の戦士に行っちゃうから。まあでも、まがまがしい光をされない分、運ゲーは回避してるって言えるか。さあ、来ました。問題児。暗黒ゾーンです。問題児、ライトリッチです。やめてくれ。本当にこいつも冗談じゃないのよね。まあ、ここも様子見かな。状態上技が少ないから、天使の守りとかでもいいか。あ、そうか、これ仕掛けてくるんだっけ。この私に仕掛けてくるとは、いい度胸をしている。よっぽど、自信があると見える。ウォーターホールで。ゲージがいいときはウォーターホールでね、普通の連打を維持します。自信がある、受けて立とう、私の方が強いということだ。さあ、問題はだ。どうやってこっから行こっかな。ネビラ撃たれることがわかってるか、でも。いたちょっと待って、ネビラ撃たれるのはわかってるんだけど。3だっけな、ネビア撃ってくるの。4だっけな、いや、3だったはずなんだよ。ネビラ撃たれるのは分かってんだけど、どこだっけな、4か3か。いやー、ガードしてんね。3か4かのどっちかにネビラ。確かこの、でもこの勢いだと削り切られてもおかしくない。いやー、ちょっと待って、きついなー。
いや、じゃあネビラ読みしますか。これはネビラ読みしときますか。確かネビラ使ってくるのは覚えてる。そう、データがあれば恐るに足らず。さあ打ってこいネビラ。あああ行った、さようなら。やばい、あやったわ、あやったわこれ、あやったわ、今やったね、完全にやったわ。打ってこいネビラって思ってたのに、あやばい、もう、あでもここで黄金ほとんど防いでしまえばっていう感はあるか、逆にまだ全然あるか。だってネビラのダメージを抑えればいい話だからね。奇跡の元気って物理なんだよねそれ。ああ、あちょっと待って、あえお、あれこれさ、ネビラ圏内乗ってんじゃない、素直に乗ってそう。というかさ、仮にこれ行っても次のターンどうやって削り切ればいいの。いやまだチャンスはあると思ってる。チャンスの順番、人ある人ある人ある。いやちょ、どうなってんのこのゲーム。神は言ってない。あはっ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 はお別れです。また次の機会とか。またまたね。もうまとって楽しいな。